はようございます、こんばんは、バディオです。さあ今日もロボット皆さんと一緒に見ていきたいと思います。皆さんもご存知だとは思うんですけど、海外の方ですね、 PC パソコンのね、プラットフォームの方々が、まあ、有名なクランの方が、ハッカーの攻撃を受けて今大変なことになってますね。クランがなくなったりとか、あとデッキが全部コサックに化けてたりとかね、なんか大騒ぎになってるね。外国の配信者の方の、映像を見てると、まあ、みんななんか、まあ、頭に来てる感じで、英語何言ってるかさっぱりわかんないんだけど、なんかエキサイトしてたね。まあ笑い事じゃないね。一方でね、日本の方も、日本の方っていうかアジアサーバーの方もですね、なんだろうね、このチーターがもうやたら多いね。3試合に1試合ぐらいチーターいいんじゃないかな。でね、全部ネームが違うの。これ数が多いのか、それともさ、すぐバンされてすぐ次のやつが出てくるのかね、なんかよくわかんないけれどさ、少なくともさ、チャンピオンリーグに上がってくるまでにさ、200戦ぐらいしてくれねえと、それぐらいさ、割に合わんないよっていうようなさ、なんかシステムにしてくんないとさ、単に強ければ上に上がってくるんじゃなくて、バカと踏まないと上に上がれないようにしてほしいね。そうすれば少なくともチャンピオン隊にさ、チーターがウラウラすることなくなるから。まあその分下の方でね、チーターがウロウロされても困るけれど、まあ下の方でウロウロしてもチーターも面白くないだろうからね、有名のレジェンドとかで戦えないしね。まあそんな感じですね。日本のアジアサーバーの方もなんかもうゴミになっちゃってるので、もうなんかな、ちょっと今日やる気が起こんなくて、ちょっと機体編成をですね変えて、まあちょっと嫌がらせ、なんで嫌がらせなんだっていう話もあるんだけど、嫌がらせ編成にちょっとしてみました。まあ嫌がらせ編成してるって言っても1機だけなんですけどね。パンチャーゼラフに、ロックダウンアーモを入れてます。これどうなるかっていうと、内蔵アビリティで、食らったところの敵ね、2分の1の確率で、ロックダウンかかります。まあ今のご時世ね、ケプリにしても、レブナントにしても、あと盾持ちにしてもね、ロックダウン、通らない敵っていうんですかね、イージスも当然通らないし、まあいろんな理由でね、通らないっていうかさ、かからないの敵も割と多いんだけれどね、もちろんアンコン入れてる敵も多いしさ、とはいえさ、かかり出すとね、あっという間にこう2機3機ってがっつりかかるので、まあ、敵の足止めて、まあ、その分味方に、有利に、試合運んでくださいっていうような、まあ、嫌がらせだね、嫌がらせのちょっとプレーをちょっと1戦ばかり、あ、2戦ばかりかな、1戦はねあっという間に終わっちゃったからさ、2戦ばかり見ていこうか。もうほんとね、まともに戦う気なくなるんだよ、もうほんとにさ。何なんだこのチーターは。本当にさ、運営の無能さをね露呈してるよ。こんなチーターのさばらせてさ、すぐに対策も打てないようなさ、なんか11月24日からさ、ベータのさ、PC の新しいやつ、なんとかフロンティアって開始されるじゃん。先行リリースね。そんなことやってる場合じゃねえよって話よ。本当に。運営の無能さは本当に露呈してる感じだね。はい。ちょっとね、今日はね、トーンがね、あんまり笑えない。もう本当にね、チーターが多すぎて、もう本当にさ、こっちはさ、ブーストとか使って、金使ってんだっつうの、お前。金も使ってるし、時間も使ってんだよ、お前。ほんとチーターたまに来る。ということで、ちょっとやる気が起こんなかったので、思考を変えてます。そんな2戦を見ていきます。それではよろしくどうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはビーコンラッシュです。いやもうね、チーター多すぎてさ、ほんとやる気なくなるな、これ。マップはキャニオンですね。もう初っ端はこの子、足止めセラフで嫌がらせ。これでちょっと気分を変えていくぞ。もうね、ビーコン取りに行かねえから。もう足を止めに行って、そこら中ばらまいて帰ってくるから。よしよしよし、あらあらかかっていくぞ、どんどん。もう、そして下がっていく。もう最低なプレーだね。まあでもさ、アンコン発動してる子もいるからさ、アンコン発動してる子はさ、サプレッションとか受けの、消せないから、食らうと大変だね。いやーもう、一気にかかるからね。チャージ溜まったぞ。次の嫌がらせをしていく。あいつ止まんねえな。ああ、シェルか。
シェルは止まんねえ、盾があるから。そして下がっていく。どこまで下がんだっつうよ、お前。どんなビビりだよって話だよね、お前。すげえ下がっていくよ。いや、笑い事じゃないよね。味方、相当負担かかんだよね、こういうプレイされると。なんでかっていうとさ、もうこうやってほぼほぼ、今、6対5の戦いを してるからね、敵は。よし、あいつ足止めとくわ。で、その、ああ、そっか、あいつ、シェルだ。シェル、足止まんねえんだよ。あいつ、目玉か。ちょっと怒ってんな。なんか知んないけど。やべ、怒ってる。怒ってるけど、足は止まっていくぞ。笑い事じゃないよね。チーターのさ、いや、チーターに対してさ、苛立ってるからさ、そのとばっちりがさ、これだからさ、もう、要はさ、敵もたまったもんじゃないよね。ほんと、全部チーターのせいだ。もう、すべてチーターが悪いぞ。いや、そこ、お前も足止めていくぞ。よし。誘導か。しょうがない。よし。エレンとかやハーピーとかさ、足止められるとビビってすぐ戻っちゃうからね。そんな焦って戻んなくてもいいんだけど。さあ、ってでもイージス持ってるやつ、最近イージスもさ、ほら母艦でイージス付与できるからさ、なかなか通らないんだよね、ロックダウンを。しかもさ、2分の1の確率だからこれ、でもかかるんだよ。いいね。悩みながらかかるんだよ。そしてここ取ると思うだろう。取らないんだよ。下がっていく。嫌がらせも期待だもん。最低だな。向こうも下がっていくね。さあ、もう一回行くぞ。いやまずはあいつだな。あの調子こいてるミンをまず足止めるから。よし、足を止めていく。そしてお前も止めていく。よし、全員止めていく。そして下がれるだけ下がっていく。これね、このセラフの足はさ、やっぱりナーフすべきだよね。こんな嫌がらせしてさ、こんなさ、超安全なところまで下がられたらさ、そりゃさって感じだもん。それはわかるよ。早いとこさ、ナーフした方がいいね、セラフのこのさ、高速セラフのさ。そう思うわ。まあ、全部足止めてるから。そして戻っていくぞ。戻っていくぞ。そして貴様はやる。そして、頭だけ出していく。落ちちゃった。すまん。あいつ、俺にチャレンジしに来たな。俺は無理ってもんだぜ。いや、っていう味方強いね、うん、俺は足しか止めてねえからさ、まあ、よし、ここも足止まった。お前も足止まった。みんな足止めていくぞ。みんな足止まっていく。どんな嫌がらせだっつうの。ほんと嫌だろうね、敵。なんだよお前。俺も私自身もね、足止められるのは相当嫌なので。ナイスだ、 GG だ。何も GG じゃないぞこれは。超嫌がらせ。さあ、リザルトはどうだ。ほとんど敵なんか倒してないし、ビーコンも取ってない。5位だって。3キル0ビーコン。味方ナイスだね。いやー、ほんとさ、こんな試合してた。もうこんな試合じゃないと嘘晴れないよ、もう本当に。ちょっと早かったんで、じゃあ続いて見ていきます。よろしくどうぞ。さあ、やっていこうか。バトルモードはビーコンラッシュです。さあ。いやー、チーターやっぱ多いな。なんだこの多さ、一体。さあ、マップはまたキャニオン引いたね。うん。初手はこの嫌がらせ。ロックダウンついているこの嫌がらせセラフで敵陣のところに行きます。さあ、お前らみんな足止めるからな。よーし、見てけ。よし、あ、お前止まんねえな。アンコン入ってたな。よし、1人、2人、3人。あー、なんか結構アンコン入ってんな、おい。みんな、もうなかなかみんなガチだな、これ。
アンコン率が高いぞそして下がっていく。なんだよな、足がバタ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 と止まってくんないとさ、こう気持ちよくなれねえみたいな。もう最低だな、ゲームの趣旨が変わってるじゃねえか。足止めるゲームじゃねえっつう。そしてこっそりと前上がりながら次の足を止める時期をあれ狙ってるな俺は。よし前上がるぞ、よしそこで落ちるだろう。分かってんだっつう。そして足を止めていく。あ止まんねえな。縦か、縦だったか。いやーなんそのなんだおい、ハザードタイフォンすげえ火力だな。俺がさ散々動画撮ろうとして失敗したハザードタイフォン、どんなセットアップしたらその火力になるんだ、すげえなそれ。あこれあれだな、新しいテンポ入ってるだろ、このなんかこの弾のテンポ、あのタランみたいなテンポになってるからな。あそうか、新しい電波を入れると強いのか、ひょっとして。それはねちょっとどこ行った、どこ行った、あれ違う、あれ変わってんだ、あれもうなんか違う形に変わってるぞどこ行った、ちょっとハザード台本をさ見たいんだけどさ、あどこ行っちゃったの。まあいいだろう、でも音は、あいた、もうそうだね、絶対これ打ってる感覚早いね。まあいいや、俺はまず足を止めていくよ。ああちょっと待って、足を止めていきたいけどちょっと今アビリティのタイミング合わなかったね。そして後ろまで下がってこっそり座っていく。なんかやられたな、あれか、誘導かなんかいたな、誘導かなんかにやられたんだな。よしよし、ああまずか、シルブレ入りのマーズだな、あれ多分。いやー今さ、シルブレ入りのさマーズがさ強いのが分かってんだよな、分かってんだけどさ、ちょっとそんなやってる暇がなくてさ、まあ、いや暇はあるんだけどさ、チーターが多すぎてさちゃんとした絵が撮れねえんだよな。あーもう一声で足が止まるんだけどな、ちょっと安全圏まで下がっていくぞ。んー、ここまで下がっていく、そして着地していく。どんだけビビりなんだっつうの。しょうがない、もう全くさもう勝負関係ねえから、ちょっと味方には申し訳ないけど、足を止めるのが俺の今の勝負だから。足を止めたやつの個数で奇数で俺はもう勝敗を決めると。よしまず、あーお前も止まんねえな、止まってんのか、はい、そして安全圏まで下がっていく。ちょっとビーコンされてんな、ちょっとやっぱもうちょっと前出ねえとやべえぞ、なんかトロールってるぞ。あーなんか足が遅いと思ったらグラビティ入ってるな、うん、よし足止めた。そして一気に攻めて、よしキルいただいていく。あのシールド外さないと、あいつなんか調子こいて突っ込んできゃ。こっそりと足は止まっていく。よしよし、ナイスだ、味方の目つぶしがナイスだ。あれはなんだ、あルチャが飛んできたんだ、あの後ろのベヒーモスがちょっとうざいから、あれちょっとやりてんだけどな。まずここのビーコンの上に見えたんだ、うん、一応さ嫌がらせ期待でもさこういうとこはちゃんとしてるから、ここのビーコン取られたらやばいからね、さすがにそれはさ捨て身でもここはちゃんとビーコン守るよ、うん、それをさ あっち側に回ってるときこっち側弾当たんねえからね。よしよしよし、挟んでいくぞ、下で挟んでいくぞ。あー俺の足が、あなんでびっくりした、俺の足がなんで止まんなかった。あーなんか森と回復しやがった。そう、ちょっと車線を変えて、ナイスだな、そのデメテル、ナイスデメテルだ。よし、このデメテルの活躍は前大きかったね。ちょっと今6段溜まるから待ってくれ。そして足を止めていく。
結構で足止められると痛いだろう、痛いよ、分かってるわ。味方がないさ。あー、ルチャ飛んできたぞ。まあでも俺にヘイトが向いてるわけじゃねえから大丈夫だ。あー、俺にヘイトが向いていた。でもさ、貴様そこ登れねえだろ。そっち逃げていくのか、逃げていくのか。いや、回り込んで打ち込んでいく。ナイスだな、その目つぶし。タイタンスリアこっそりいただいていく。ああ、ちょっとまずは一回隠れない。ああ、パパケンさんか。ちょっと前出てきてる。パパケンさんらしくないぞ。ああ、やばい。ああ、こっそり下がっていってるね。敵に釣られて前上がったかと思ったけど、そうじゃなかったね。俺は安全圏まで下がっていくから大丈夫だ。もう下がれねえってとこまで下がってるから。いやー、ナイスだな、ちゃんとあの、デメテルいいとこにいたね。まあでもあれだよ、まあいいや。いやー、全然俺活躍してねえな今回は。敵もやっぱりガチだとさ、なかなか完全にこう足止めるってわけにもいかないよね。味方がすげえ頑張ってるよ俺。いや、そして貴様は足は止めていくぞ。あ、団子か。ちょっと待って、あそこ入るから待ってくれ。ああ、ちょっと流れた、すまん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 。よし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 、足は止めて、よし。そして近づいて一気に削っていく。ああ、これで森と回復しちゃった。ナイスだな、このグラビティ。もうナイスだ、ナイスだ。ビーコンやばいぞ。俺はここ離れてもいい感じなの。押されてるな。大丈夫か。いや、大丈夫だな。あのタイタンがいるんだから大丈夫だ。ちょっと他の。どうだ。そこだな。よし。そして足を止めていく。よし、止まった。もう止まったら貴様はもう頭ないぞ。よし。あのミリってやつ欲しいな。ああ、レブナント湧いてきやがった。ちょ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 、レブナントうざいからちょっと下がってくれ。ああ、なんだよお前、調子こいて俺の子に打ってくるやつがいるな。おい、よし、もう一回止めるな。よし、とっとっとっと、あんねや、調子こいてこのやろうみたいな。お前必死やってるぞ。よし、あそこの足も止めていく。でもあのレブナントがひょっとしたら飛んでくる可能性があるんだよな。よし、シールド貼ってやった。貼れてねえの。いやー、なんだ、なんで俺の方に。ああ、やっぱレブナント飛んできやがったこいつ。いや、でも2人に囲まれてるからな。よし、ああ飛べなかったか。ああ、そうかそうか、今あれなんだね、登るときとさ、降りるときはさ、フォースフィールド貼らなくなったんだよね。ちょっと足を使えるだろ、足を使うからな。今ちょっとタレット捨てて、ね、ビーコンとりあえず腹取りに行きました。こういうとこはちゃんとしてるからね。芋ってるだけじゃねえよ。まあ今さらだよね、お前この試合何をしたんだって話だよね。嫌がらせしかしてねえ。まあしかし全取りだ。よし、あそこのあれなんだ、ボールか、ボールだ。よしよし、止まっていく。大丈夫だろ、レブンいるなら大丈夫。そしてキルだけいただいていく。うまいな。まあこれで勝ち確だね。ナイスだ、 GG だ、味方が GG だ、俺は全然ダメだ。さあリザルト見ていこう。こんな感じになってるのかね。良いね。でも9キル3ビーコンか、9キルは取れてるんだね。まあまだね。味方ありがとう。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。
それじゃねー、またねー、じゃあねー。